せーの、コザ放送協会、イエーイ、わー、あ、間違えた、最初からごめんなさい、はい、すいません、はい、さあ始まりました、コザ放送協会。この番組はコザ高校放送部が毎週何かと戦う番組でございます。はいはい、はい。そしてこの番組では皆様からのメッセージやリクエストなどをお待ちしております。メッセージやリクエストなどがある際は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお願いします。はいはい。そしてこの番組はツイキャスやユーストリームで生音声と何動画を、配信しています。見てね、イエーイ、イエーイ。はい、皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。かなりお久しぶりです。俺は3週間4週間ぶりかな、ね、先週はえのかいなかった、いなかった、ね、そうですね。はい、お久しぶりです。小座高校放送部1年津波優也です。イエーイ、イエーイ、イエーイ、同じく小座高校放送部の、2年生小初寛太です。よろしくお願いします。お願いします。で、同じく小座高校放送部2年、えのかわゆきです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい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 。じゃあ今週は予定していた男子会でも、ね、男子会予定してたんだけどね。男子会でも、もう来ちゃったよ、行ってよ、行ってよ、私身引いたのに。男子会来た時に真っ先に津波しかいなかったから、遅れるって言った津波が一番先にいるとどういうことなんだろうと思って、あ、俺今日ゆき思った、津波いないのかなと思ったら、あれ覗いたら津波がミキサー席に座ってると思って、めっちゃ久しぶりすぎてこの放送時間が12時からと思って、やっべ遅れると思って着いたら、エンソさんが1時からだよってお前やらかした。めっちゃやらかしてしまいましたよ。久しぶりすぎたね、それ。もうほんとめっちゃ久しぶり。津波はなんで久しぶりなんだった。はい、まず俺中国行ってきたんですよね。中国、中国、上海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 、あれ上海ってなんだっけ、上の海、上の海、上の海行ってきて、上の海、すっげえ日本感あふれてるよ。ちょっと中国の上の海行ってきて、横綱感出てる、横綱上の海みたいな、いや関脇、関脇ぐらい、横綱まで行けない、うん、横、そう、それでなあ、もういろんなものを見てきましたよ俺は。中国めっちゃ物価安いんすよ。そうなの。お、おかゆ6円っすよ、おかゆ、何、一杯6円みたいな、一杯普通になんかお腹いっぱいになる、なんかすき家の牛丼ミニぐらいのおかゆが一杯6円、ドンキホーテだったら2円ぐらい足したらもう買えちゃうから、そうそうそう、もう何、ジャストボックスプラス2円で買える買えちゃう感じだからね。そうそうそう、安いね、もう安いしうまいし早いしめっちゃ最高っしたよ。もうなんか日本帰ってきてすごい中国料理が恋しくなってる津波優也でございます。はい、じゃあいいこんな感じで今週もお送りしていきます。コザ放送協会、皆さん1時間お付き合いください。はい、
はいはい、お送りしている番組はコザ放送協会でございます。ございます。はい、今日は何の日でしょうか。ででん、今日はですね、少々待って。ありがとう。今日は、カチューシャの歌の日、バングラデシュの独立記念日、ドイツの作曲家ベートーベンがウィーンの自宅で亡くなった日です。カチューシャ、カチューシャの歌、カチューシャがさ、すっごいさ、エブリデイカチューシャしか出てこないの。そうそう、俺もすっごいそれしか出てこない。そのカチューシャの歌じゃないんだよね。カチューシャの歌の日っていうのが、1914年大正3年のこの日、島村秋元康がエブリデイカチューシャを、その日じゃない。すげえさ、秋元康100年前からいる、ね、大正3年に秋元康ってさ、やばくない？やばいっすね。大正3年のこの日に島村なんとかさんと松井なんとかさんが起こした芸術座がトルストイの復活の初演を行い、この中で歌われたカチューシャの歌が大流行した日。100年前の流行の歌の日。なるほど。それを、なんか珍しいよね、そういう歌の日が残ってるって。歌が流行ってなんとかの日になるってすごいよね。ね、すごいね。おお。で、バングラディッシュ。そう、1971年のこの日、東パキスタンがバングラデシュとして独立した。パキスタン。パキスタン、東パキスタン。パキスタン。多分東パキスタンかな。西パキスタンもあったの。わかんない。北パキかもしれないし。北パキ。西パキ。南パキ。などうですかね。あ、ベートーベン。あ、ベートーベン。そう、1827年。こう見るとさ、なんか意外、思いのほか近いんだよね、ベートーベンとか。なんか、ね、教科書に載ってる人たち、日本史やってるとすごく思うんだけど、100年前か、ひいおばあちゃん生きてるなぐらいだから。あ、そっか、そうだよね。ひいおばあちゃんとかがこの教科書に載ってる人たちと同じ時代を生きてたって考えると、すごくなんか近いなって思うんだ、ね、そうだね。100年前か、へーってなるんだけど。だってあれだよね、天皇家の人さ、あ、ひいおじいちゃんが教科書載ってるくらいだもんね、うん、すごいんだよね。結構そういうのに、そうだよね、案外近いんだよね。ベートーベンも100年ちょいじゃん。100年ちょいは持った、うん、持った、盛りすぎた。、うん、待ってよ、70、170、180年前ぐらい、うん、200年だね。結構近いっちゃ近いんじゃないかな。ね、思ってるより近いよね。なんか400、500年くらい前の人かなとか思ってるのか、かと思えばなんか紀元前とかもあるしね。そうね、なんかクレオパトラとか。人間の歴史って結構いろいろ長いんだよね。あ、紀元前じゃない、あの人、紀元前だっけ。紀元前はあれだ、ツタンカーメンみたいな。俺ツタンカーメンとクレオパトラ同じぐらいの人だと思ってた。え、違うんですか。同じだっけ。やばいやばい、ちょっとバカが、すごいバカがバレる。じゃあ世界史の授業でさ、日本史のビデオ見てたからさ、もう世界史なんてやってないよって。世界史やってない。俺日本史で、え、やってないけど。俺日本史でベイマックスと、あの、あれ見た、マレフィセント。マジマジ日本史の授業やってないね。やったやった、うん、やったやった、道徳的な話的なやつ。やったやったやった。そう、うん。なんでお前今吹いたの。ちょっと面白いな。ツイキャス来てる、ミユから。音楽家ってなんか残酷な死に方するイメージがとてもあります。ねえ、なんか音楽家とか小説家とかさ、そっち系の人ってさ、なんかそっち系病んだりしてる、ね、病んだりしてさ、なんか自殺してるイメージがすごい強い、うん、あ、ユキはなんかそういう人たちだよね。ね、あー、締め切りがーみたいな。哲学的な作品を書いてる人に特にあるような気がする。あー、芥川さんとか。そう、そんな感じのさ、なんかアクちゃん、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 なんでそんな友達か。アクちゃん、岩倉ともみをともみーって呼んでる人ぐらいに。岩倉ともみともみって言ってる人俺見て超びっくりした。すげえ、友達かよって思ったんだけど、俺織田信長、俺織田ちゃんって呼ぶわ。そうだね。そうだね。でも金太郎、金ちゃんじゃないですか。あ、金太郎はなんか金ちゃん感じ。金ちゃん、浦ちゃん。岩倉ともみよともみよ。超友達じゃんみたいな。フレンドリーだなって思って。うん、そうだね、フレンドリーだね。うん、割とさ、うん、みんな歴史上の人に対してはフレンドリーだよね、呼び方が。ともみ。ともみ。はい。はい、だよね、やっぱ違う、あの BGM やっぱあれだよね、歴史縄文土器だね。じゃあだって歴史の話ですよね、今。まあだるけども、はい、この歌超好き。はい、ね、音楽家大丈夫、
大丈夫っすよ、うん、なんか音楽家っていうか芸術家、うん、なんか感性が必要なやつは、ね、なんか結構なんかインパクトに残るような死に方してるっていう、芸術家のを目指してる皆さん特に気にせず目指してくださいそうちょっと待って、その人たちがそういう、ね、残酷な死に方をするってわけじゃないからね、うん、うん、そうだね、うん、っていうか自分が道を誤らなければいいんだよ、そう、うん、大丈夫っすよ、作風が明るい人とか多分大丈夫だろうね、ね、うん、ちょっとツイキャスで自殺と狂気系が多いイメージがある、いやそんなことない、そんなこともないよね、そんなことない、うん、違う、ただこの歴史に残ってるのがこういう何インパクトが強いだけだよ、インパクトが強い死に方をした人たちだから、うん、この何静かにお亡くなりになられた方々もそれ相応にいるとは思いますよ、うん、だってさ、ね、天寿を全うした人とかあんま記憶に残らないじゃん、うん、そうだね、でも何かでね盛大になんか自殺しちゃったとかだとちょっと記憶に残るから、うん、そういうイメージがついちゃってんのかな、うん、そうかもしれないね、うん、ジャクソンとか、ジャクソン、マイコー、ああそうだね、あの人も亡くなっちゃったからね、うん、マイケル・ジャクソン最近亡くなったような気がするけど、あれ結構前なんだよね、そう、でも俺たちマイケル・ジャクソンと同じ時代を生きてた人ですよ、うん、ダンサー界からしたら、うん、あ、そうだね、だったらそんな感じだね、そう、俺なんかの孫ぐらいがね、そう、え、おじいちゃんマイケル・ジャクソンと同じぐらい生きてたのちょっと息子にダンスさせて、うん、若い頃はねみたいなマイケル・ジャクソンに憧れてねみたいな憧れてたんかいそうでもない、ちょっと思った才能のある人は嫉妬されちゃうからね、あー分かる分かる、俺さ、あーよく、うん、ごめん黙るすっげえ自意識過剰人間だよお前今、分かる分かる、あー分かる分かる、うん、嫉妬、うん、つる、あー困るよね、困ったもんだよ、うん、みんなも嫉妬しないで頑張ってって感じ、うん、お前よりズハの方が才能あるじゃんごめんなさい、ちょっと黙る、あーごめん、評定平均オール5だったんだ、ごめん、はぁ、怖っ、気持ち悪い、気持ち悪い、何こいつ、気持ち悪い、うん、あーもう嫌、ちょっと嫉妬しないでよ、俺 4.2 だった、ユキ 3.5 だった、あー面白くない、これだけ休んで 3.5 ユキめっちゃなんか休んでるよそうそうそう、うん、体が弱いのかな、うん、体が弱いんだ、そう、こう見えて俺数学だけ3でめっちゃ母になんで他は4とか5なのに数学3なのってキレられてさ、え、ちょっと苦手な部分あってもいいやんって思ったんだけどめっちゃキレられたって親になんで3なんみたいな、親に、うん、親に、母に、すごいね、なんで3なんみたいな、親に通知表って見せるものなの、うん、見せないの、聞かれたら見せる、あ、でも2学期のは見せてね、俺ね、親に通知表なんて怖くて見せられないよ、うん、それ、あ、でも俺中学校はもうちょっと低かったからここなって上がったから見せてる、中学校は 3.7 ぐらいだった、そっか、中学校な、中学校もおぞましかったよ成績が、うん、なんかネガティブになっていくね、だんだんね、成績の話は見よう、うん、ネガティブ、このネガティブなのは日本だけらしいっすよ、そうなんだ、なんかあの昨日なんか県庁行って、うん、この中国行った人とかグローバルリーダーのやつのなんか総会みたいな、あ、総会みたいなのがあってみんな各自報告して、うん、その後なんか選ばれし者たちが、うん、県庁のお長さんとちょっと話したんですよね、選ばれし者たちが選ばれし者たち、選ばれし者、選ばれまし、選ばれし者っすよ、俺、おお、選ばれし者っすよ、イエーイエーイエーイ、あ、それでなんかハワイのオアフ島、うん、オアフ行った人がいて、オアフっすよ、オアフで、そのオアフ島でなんかパールハーバーの攻撃の話とかそういう資料館があったらしいんですよね、平和資料館、うん、でもなんか日本の何この平和記念資料館とか行ったらすごい心が痛くなって、なんか心にじんとくる話聞くじゃないですか、うんうん、でもなんかそこのハワイのところだったら日本の戦術はすごいすごかったんですよみたいな、こうなんかここでこう戦略普通は考えないけどこうしたから真珠湾攻撃されちゃったんだよみたいな話されたみたいで、すごい、なんかすげえ、なんだ、こう相手の戦術になんか感心してる、なんか悲観的に捉えるんじゃなくて自分たちを学ぶところを見つけて、なんていうんですか、悲観的な話じゃなくてこうすごかったこととか、こういう新兵器が投入されたんだよ、すごいでしょみたいな、そういう
感じの資料館だったらしくて、ね、このなんか日本とアメリカの文化の違いをめっちゃ感じたなっていう、うん、そうそうそう、確かになんか攻撃仕掛けられてそこで来るかと思わないもんマジかやられたって思うしね、ははやられたこれ資料館に残そうぜみたいな、そう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 、すげえな、この戦術いいなカキカキみたいなこと、あそう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 すごっ、なんかもうこれが日本人とアメリカの違いかなっていうのが昨日ありました、うん、お三毛猫大好きな犬、三毛猫好きな犬、三毛猫好きな犬、カリカリウシエアさんから欧米の軍事系資料館はそんな感じかも、あそう、欧米って言ったらじゃあもうヨーロッパとかもそうなん、そうなのかな、多分日本以外、すごい、ね、アジア系以外かな、わからないですけど、中国はそんな資料館行ってないんで、あでもそんな、じゃあ別にアジアじゃなくて日本だけがなんかちょっとネガティブなイメージもあるけどね、うん、ね、うん、日本人ネガティブすぎるよね、まあ、だって将来の夢公務員ですよなんかちっちゃい子に小学生になんかネイバーまとめみたいなのでこのなんか小学生に聞いた将来の夢はみたいなんで、なんか1位が公務員だったっていうでもっとなんか野球選手とかサッカー選手とかそうそうそう、お花屋さんとかじゃないの、ね、女の子はケーキ屋さんとか社長とかさ、なんかそんなのないの、公務員、公務員だってさ、小発簡単のさ小初カンタの小学校の夢なんてさすごかったよ、だから俺小学校は違うよ、俺小学校は特に考えてなくてなんとなく適当に社長って言ってた、うん、今はする気ないよ企業なんてさらさらみじんも全く持ってなんか儲かるってイメージだから、社長社長って適当に言ってた、でもこいつお金持ちだったよ、うん、そう、あでも、うん、そうだね、将来の夢はお金持ちっていうのはずっとあったかな、あ、うん、俺も金持ちで中学1年、あ中学じゃない、高校1年の将来の夢が金持ちフリーターだからねあ金持ちニートだ、金持ちニート、あ金持ちニート、株株そうだよ、真面目にさ、どうやったら金持ちニートになれるかなっていう話をすると、うん、結局結論が株なんだよね、いや YouTuber って言っても、いや俺 YouTuber ってそんなさ、そう YouTuber といえばね、ミウがちょっとツイキャスで言ってくれてるんだけど、小学生の夢の話かな、 YouTuber3 位ぐらいじゃなかったっていう、あーなるほど、そう、あなんかヒカキンとかそういうのが人気だからね、でも弟も YouTuber 憧れて、うん、なんか YouTuber になる言うてで今めっちゃビートボックス練習しててああなんか YouTuber の人たちなんかみんなビートボックスそうそうできるような気がするよね、そうもうなんかビートボックスはステータスみたいな、ごめんなんかすっげえさ、うん、YouTuber の人のさイメージがさコアラのマジフルなんだけど、あこれすっげえコアラのマジフってんなってイメージしかなくて、うんうん、あとコーラメントス、あーそれもあるコーラメントス、やるよねみんなやる、うん、偏見だけど、ね、今の、うん、みんなやるって言っちゃったけど、うんうん、すっごいそのイメージしかなくて、うん、コーラメントスとかコアラのマーチフルとか、うん、バケツプリン作れとかそういうのいっぱいあって、うん、そういうのしか見なかった結果こういう、うん、こういうイメージを持つようになってる YouTuber に、うん、YouTuber も、うん、苦労してるんだよね、そうですね、うん、YouTuber、うんうん、YouTuber がこの職業として認識されてるっていうのをちょっと前からしたらあんま考えつかなかったことだと思うけど ね、でもいいことじゃないかな、新しい職業が増えていくってことは、時代の進化を、ね、うん、だってなんかアメリカの調べかなんかで 65%、 あそうだね、何年後かにはなんか何パーセントの、ごめんちょっと正確じゃない、新しい仕事が今にはない仕事みたいなやつでしょ、親の世代にあった仕事以外の仕事に就く子供が 65% みたいな、うん、あ多いね、うん、半分以上だよ、 65% でしょ、小坂生何人1200人いるからみたいな感じでしょ、そう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 、うん、お前計算やらなかったねやらなかった待ってよ、じゃあ出すよ、650と65600、うん、小発が計算してる間にツイキャスやろう、必殺電卓、はい、ゆりかさんかな、初見ですって、こんにちは、こんにちは、はじめましてだ、はじめまして、780人、うん、ミユからいとこたちが YouTuber になりたいって言い出してちょっと不安って、周りからしたらちょっと不安かもしれない、これは俺の弟もすごい不安、うん、安定はしないだろうね、うん、うん、でもう一つ、三毛猫好きな犬さんから趣味の延長ならいいけど YouTuber、 自分も趣味で撮った飛行機動画アップして小遣い稼いでる、あ稼げるんだ、
まあ、でもあの広告代とかは一応ある程度やればアップされるんじゃないかな、うん、でもね再生回数なんかあれだよね、再生回数とかでお金もらえるんじゃなかった、1回いくらみたいなのがあるみたい ね、 ね、そう考えるとなんかめっちゃさ有名な人たちってどんだけ儲けてるんだろうねっていうね、すごいよね、うん、音楽のオフィシャル PV とか、しかもさあの、うん、あれあるじゃんニコニコ動画の、うん、すっごいなんか歌い手とか、あなんかすっごいいいところに住んでてすっごいいい機会持ってるイメージがあって自分の中で、うん、あそうだね、なんかすっごい儲けんのかな、うん、みたいな、東京の銀座の一騎打ちですっごいそれはどんだけ儲けてんのかな、うん、でも YouTuber ってあとなんか新しく物をめっちゃいろいろ買うようなイメージね、なんか面白そうな新商品あったらとりあえず買ってなんかやってみて面白いなみたいなことをやってるようなイメージ、うん、なんか某 YouTuber さんがすっごい発注個数間違えて、うん、すっごい段ボールだらけの部屋の中みたいな、うん、H 社長ね、 H 社長ですね、もう誰かわかるねなんかポテチを、うん、500個だったかな、100個ずつぐらい視聴者プレゼントみたいなのしてた5人くらいじゃなかった、うん、なんか5人1人1個とかじゃなくて1人100個で100個もらってもなって感じなんだけどね、うん、うん、もうそういうことをやってるイメージがあってちょっと笑ってしまうっていう、うん、YouTuber かなんかあの発想がね大切そう、そうだよね、 YouTuber、 アイディアっていう、そうアイディア、ね、人がやらないようなことやるよね、あの人たち、そうそうそう、 H 社長とか、ね、H 金とかもう H さ、みんな H だね、うん、あと毎日さ投稿してる人とかいるんだけどさ、その人たち超すごいと思う、ね、うん、毎日やってるのがいてすごいなって思う、編集もしないとあかん、そう、うん、毎日か、うん、毎日、しかもよくそんだけネタが思いつくよなって、そうやばいやばい、頭の中覗いてみたいよって感じ、そういう人たちの中ってさ、うん、たまにさツイキャスやってる人とかもいるじゃん、うん、ああそう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 、どこもかしこもいるなみたいな、うん、YouTube 見ても毎日やってるし、うん、なんか動画もやってるしみたいな、ねすごいよねああいう人たちって、うん、なんか今からこういう職業の方が合ってる人にはいいのかもしれないね、そうだね、そこが適材適所的な、そうだね、めっちゃテキテキしてたけど、テキテキ、じゃあそろそろ曲いっていいですか、はいはい、俺のツハユーヤのリクエストで、はい、ミセスグリーンアップルでスピーキングです、どうぞ、
はい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 、はい、お送りした曲はミセスグリーンアップルでスピーキングでございました。はいはい、はい、そしてこの曲が流れてる間に外からもういっぱいすごいむさい連中がやってきました。そうだ、ね、一気にむさくなってはい、じゃあ自己紹介、自己紹介、はい、どうぞ、お願いしますよ。ハローエブリワン。ハロー。私は未来工科高校から来ました、バンドを率いてますワッフルティーの上原と言います。ほうほう、こんなんでいいんですか、自己紹介は。いいんですよ。いいんですか。いいんですよ、はい。ですね、はい、今回このスタジオにね突撃してきました理由としましてですね、はい、わーお。そんなセクシーなお声をいただけるんですか。いいですね。あと3回ください。ありがとうございます。でその理由がですね、今日ですね、沖縄市のパークアベニューにありますスラムバーというライブハウスでですね、何ですかその音は。でそのスラムバーというライブハウスでですね、この僕たちがワッフルティーがですね主催するライブがあるんですよ。ほうほう。それがですね今日の4時からオープンします、うん、ほうほう。皆さん来てください。ほうほう、来てくれた人にはワッフルが食べ放題という特典がありますので、元を取れます、取れます。元はいっぱい食べてもらえれば取れますんで、皆さん来て食べてください。広告はないです。広告はないの。ツイキャス見てる皆さんの画面にね、あれ表示されてます。あれの上の方だと思う。どの距離。あ、その距離、その距離、もうちょい近く、もうちょい近く、そんな感じ、あんま見えない。あ、オッケー、オッケー、ワッフル、ワッフルが見える、ワッフルが見える。はい、じゃあね、ラジオ聞いてる皆さん、という感じで、興味があれば、興味があれば、興味がなくても、そう、ワッフル食べたい人はとりあえず、中央パークアベニューにある、うん、スランバー行くわ、みたいな感じでもね。はい、チケットがですね、予約にしとけば500円になります。僕たちに行ってくれればですね。だからあのあとですね、ツイッターで優也くんにどうにかして連絡していただければワッフルティーで予約を取りますので、ツハ優也のツイッターに全然来てください、はい、ツイッター当日だと1000円になっちゃうんでね。あ、倍になるんだ、はい、倍になります、というわけで事前予約待ってるぜエブリバディ。おう、じゃあこのままね参加してもらうということにしますか。あと30分ね。そうなんですよ、あと30分もこの長丁場を、はいはい、はい、そう、じゃあね、後半は予定通り男子会でもちょうど無策になってきたことだし、ね、待って待って、ちょうど違う、一人女子いる、ちょうど無策になってきたご飯を食べたい。ご飯を食べに行きたい。ご飯を食べる手で出てきたんで、じゃあラジオでお腹いっぱいになって、あ、そうそうそう。もう会場でワッフル食って、そういう感じではない。4時から4時から遅めの、そういう感じではない。そう、遅めの、お客のものだから。遅めのおやつか、遅めの、そうだ、おやつじゃねえ、お昼抜いてもね、お昼抜いてもワッフルでどうにか、そう、ワッフルに、もう夕飯近くないそれ。1食分ワッフルはきついな。1日をワッフルで過ごせと。うん、ワッフルとあとカゴメが出してる1日分の野菜取って大丈夫。あ、そんな、長ねえ、急ごしらえな栄養の補給の仕方でいいんですか。うん、いいんじゃないでしょうか。ダメじゃないでしょうか。足りないんだったらお母さんの配置おるし貸してあげる。いやでもワッフル一日中食ってたら糖尿病なるべ。あ、ワッフルお嫌いですか。ワッフルは好きですよ。つまりそういう理由でワッフルティー。いや、ワッフルティーの由来は何なんですか。由来ですか。僕が喋ってるところあれなんですけどね、ワッフルティーって僕がつけたんじゃないんですよ。お、まず後ろにいるメンバーでな、バンド名を何にしようっていう話をしてた時に、うん、なんだったの、僕がトイレ行ってたんですよ。トイレ行ってた、トイレ行ってたんですよ。トイレ行って戻ってきたら、あ、ワッフルティーじゃねえか、ワッフルティーにしようってなんか盛り上がってて、誰か盛り上がった理由ちょっと説明してくれませんかね。嫌われたのかなみたいな。嫌われた、嫌われたのかなって思ったんですけど。いいよいいよ、大丈夫。なんだろう、このうちのドラムの塩野くんがこの、はい、なんだっけ、ワッフル食べてたんだっけ。ワッフル食べてた。食べてて、そう、食べてて、そのワッフル食べてる時にちょうどベンチかなの上に、あのストレートティー、ストレートティーだっけ、ハイビスカスティーか、ハイビスカスティーがあって、うん、
出てなかったっけ。もう入っちゃないから。でそれで T が落ちてるの見て、うん、これでワッフルと T あるじゃんみたいな、じゃあワッフル T にしようみたいな。そういう感じ。そういう感じで。バンド名ってつけるの難しいんだよね。本当に難しいですよね。うちなんか半年ぐらいさ、どうしようかってずっと言ってて、なかなか決まらなくて、どうなったんだっけ。デシリットルだよね。デシリットル、うちはデシリットルっていうバンドなんだけど、由来はそうだね、バンド以外の人がなんかどうでもいいことをかっこよく言いたいとか言い出して、16ミリリットルとか言い出して、それがなんかいろいろ派生してうちデシリットルになった。デシリットルって10デシリットルで1リットル。そう、広めていこうかなっていうように。なんでデシリットル、デシって何ですか。デシデシ、なんだろうね。デシリットルにそんな詳しくないうち。語尾がデシの人とかで 1デシリットルデシみたいな。そんなこと言われたデシリットルあんま使わないんだけどね。小学校で気持ち使ったぐらい、うん、そう、なんか半数ぐらいですか。ミリリットルとリットルは使うけどね、うん、何のためにあるんですか。そう、なんか単位って多いんだよね。ね、異様に多いね。皆さんデシリットルの由来知ってる人はよろしくね。何をよろしくするんだい。光ってる、反射してる。ユッケのバンドなんだっけ。スクランブルエッグです。スチャタマ。スチャタマじゃない、スクランブルエッグです。なんで卵。卵、ね、ユキがスクランブルエッグ食べたいって言ったから。なんでみんな食べるの。そういうとこか。そう、すっごいお腹空いてて、そのバンド作った時に、うん、すっごいお腹空いてて卵を食べたくて、スクランブルエッグが食べたいって言ったら、スクランブルエッグでいいかっつって、ライン名がそれになって、そのままバンド名みたいな、うん、なんか雑だよね。食とバンド名はイコールであるという方程式がここに成り立ちました、うん、バンドやってる人ってみんなお腹空いてるんだ ね。みんなお腹空いてます。弾いてるから。うん、そりゃエネルギー使うからね。神経もこう指に筋肉入れたりね。筋肉入れるの。入ってないの、もともと。力入れたりね。セハのバンドは？はい。ロクティス。ロクティス。ロクティス。なんかカッコつけた名前ですね。お、由来がちょっとね。由来は、なんか、ロックって言葉、まあ、に、うん、T つけたらよくね。適当。なんか何それ、予想より何もない。ロックって言葉にティスつけたら、ちょっとなんか、何、聞こえがいいみたいな。ティスの、じゃあ意味はないと。ティスは何。ティス。ティス、本当に挨拶みたいな感じ。ティス。ティス。ロックティース。ロックティース。ああ、そういう感じなのね。なんか一気にお前薄っぺらくなったよ。っていうのが後付け設定で、後付け設定なの。嘘です。なんか薄っぺらくなった急に。すいません。あ、で、あの弟子ググったら、うん、あのウィキペディアさんにちゃんと出てきて、うん、この何、弟子っていうのはメートル法で定められた接続辞の一つであるっていう、この何、あのキロとか1キロとか、うん、1キロメートル。メートルは元からある単位で、キロはなんか頭につく10キログラムとか、うん、そういう感じの頭につくやつのうちの一つで、デシ。デシメートルはないのじゃ。デシメートルも頑張ればあると思います。頑張ればで、なんか何もないときはそのままで、それの10分の、あ、10マイナス1乗がデシ、10マイナス2がセンチ、10マイナス3がミリ、マイクロ、ナノ、ピコみたいな感じで。すいません、僕数学単位落ちてるんでよくわかりません。そういうこと言わなくていいから。卒業はできる？できます。進級はできる？できます。ギリです。ギリか。そう、ギリ2です。逆に上に上がっていくと、デカ、ヘクト、キロ、メガ、ギガ、テラ、ペタ、エクサ、ゼタ、ウォタって。ウォタ、ペタ、ペタ、ウォタ、ウォタ、僕たちみたいな。ヨタだ、ヨタ。あ、ヨタだ、ヨタだ。はい、ということでございました。はい、以上、ウィキペディアでした。はい、コーナー名みたいだ。このコーナー、ウィキペディアって名前ウィキペディアってコーナー作っちゃう。コーナーだね、じゃん。いや、違う違う、由来を気になって調べてみる。なんだ、ツイキャスで来てるんですけど、うん、ワッフルは自家製ですか。あの、ワッフルはですね、業務スーパーの A プライスさんで購入した10個400円のワッフルをですね、2つに切った上で出す。400円じゃない、300円。300円のワッフルをですね、1切れあたり15円。そうですね、大体。じゃあ元取るためには15だから23、30
6です36です食べられてしまうそのワッフルは何個ほど用意してある？200です。あ、結構ある。結構です、400切れあります。400切れ、おー、つまりじゃあ何人が元取れるのかなあいつは。待って、36で、36ティスで元取れるから200だから、6ティス6ティス人、6ティス人ぐらい。でもね、こういうのでね、ちょっと元を取ろうっていうそういう発想はね、もうダメよ。そうだね、楽しんで、そうそうそう、あ、値段分ちゃんとあったなとか、そうそうそう、元取りがあるんだなって、演奏で元取らせてくれればね、足りない分をね、ワッフルでね、そう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 、足りない分をね、その個人の個人の感想なんで、みんなの予想500円に行かないのか。何6ティスぐらい足りないですか？何6ティスぐらい足りないですか？100ティスぐらい足りないですか？足りないよ、106ティスって。一人何個食べるの？まず16ティスは何デシリットルなの？はい、16ティスは何デシリットルなの？いや、16デシリットル1リットルは666666ティスデシリットルですよ。おお、なんでそんな、やっぱやめよう、これ。よくわからない。なんでそんな割り切れない不吉な数字になったの？はい、落ち、はい、おお、なんかそういうモジュールがあるのね、なんか気になるわ。いや、いろんなのありますよ。ポチポチしてる。わー、今日好きだよね。お、痛い痛い的な、はいはい、いじめですか？いや、いじめ、いや、殴ってないっすよ、俺。いじめですか？見えないところで蹴らないでっつ。いや、蹴ってないっす、蹴ってないっす。ツイキャスパンダダーンさんからこんにちはって。こんにちは、こんにちは、ウィース。はい、じゃあね、そろそろ、次の話題に。はい、あ、じゃあ一旦 CM 入りまーす。ダブいな。はい、CM が明けました。お送りしている番組はコザ放送協会でございます。明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。明けましてはしてないな。そういう挨拶なんだね。CM 明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、で、このね、CM 流れてる間にね、ワッフルティーの
方々がちょっと ワッフルじゃないご飯を食べたいって、うん、たまにはワッフル以外も食べたい、たまにはワッフル以外も食べたいということで、ワッフルとティー以外で何か一食いきたいな、僕らワッフルとティーが主食みたいな扱いになってますけど大丈夫ですか、違うのかな、うん、誤解ですよ、ワッフルとティーが主食でご飯がおかずっていう、うん、ご飯はおかずですなんか、はい、ご飯はおかずなんですか、ご飯はおかずです、そこは否定しないのか、そこは否定しないです、はい、ということでこのなんかコザ周辺でおすすめの食べ物屋などがありましたらツイキャスやメールなどで送ってください。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお願いいたします。予算は特に決めてません、はい、ということなので、まあすごい高いお店でも大丈夫だそうです、コザから出なければ大丈夫です、はい、ということでお願いします。じゃあお願いします。第2ラウンド、第2ラウンド、第2ラウンド、これは男子会第2ラウンド、男子会なんです、これはただのねえ、すっごいさユキここ抜けた方がいいかな、置いといて、どういう話になる、うん、これはどういう企画なんですか、はい、これはどういう企画なんですか、これから男が語る女について、すっごい嫌なんだけど、なんでユキここにいないといけないの、これ男が語る女についてて、もうなんか電波乗せて大丈夫なの、大丈夫、女が語る男を前乗せたから、 P はちゃんと遮られるんですか、これ待って、すごい、じゃあユキこの場にいたくない、あのですね、じゃあ、はい、どうぞ いいんですか、これは本当に語っちゃっても、いいんですよ、大丈夫ですよ、あんまり電波に乗せてはいけないからなっていうことは控えてほしければそういうことがあればちゃんとこっちで、まあ切って切れないよ切れないよ、間に合わない、間に合わない、中国で磨いてきた反射神経でどうにかします中国すげえ、歯もなんか並ぶじゃないですか、人来るんすよ、もうその人が来るっていうのを瞬間的に察知してその人の経路を塞ぐっていうこの3人ぐらい5人で集団行動してるんですけど、みんなで並んでもう何監視する人と並ぶ担当の人がいて周りを見て塞ぐっていう、はい、ゆうや先生、はい、中国 あのご飯は美味しいんですか、くそうまいっすよ、くそうまいの、まずおかゆ6円おかゆ6円はおかゆ6円6円6円あのじゃあ5円玉と1円玉5円玉と1円玉出すと、はいってもう食べられる、そうそうそう、もうなんか俺なんか分からんけど、これが中国の分からない分からない分からない、はい、見えない、これが1元です、1元1元硬貨大体500円玉ぐらいのサイズで銀色で、後ろには菊の花が乗ってて、おこれ今のレートで大体日本円にして18円、18円でおかゆは 0.3 元で食えるっていう、ああそうなの、 0.3元でこれ出したら何サービスでもらっていいみたいなやつ、はい、1元もらっていい、あちょっとあの観客ゲストさんへのお土産的な、あーありがとうございます、1元もらってもどうしようか、あの僕のじゃあちょっと持ってる自慢のねお金をちょっとお金自慢してるの、あの僕の国の通貨なんですけど、これ円って言うんですよこれ円って言って、あの1000円と1万円っていうのがあってですね、なるほど、そうそう、一服に持ってない、そうそう、これであの1円玉1000枚分の価値と1万個分の価値があるんですよ、1万1円玉、それで6円のお粥はいくつ食えるの、6円のお粥が、大体まあ1000杯ぐらい1000は少ないよ、1000杯ぐらい食えるそうで肉まんも18円という、はい、これ僕の国の通貨です、円って言うんですけどね、皆さんなんかあの僕の国に行くことがあったらよろしくお願いします、ずっとあの最近ちょっとな価値が高いんでね、円高とか円安とかちょっとよく分かんないけど円よろしくお願いしますはい、ツイキャスで返事くれてますね、パンダダーンさんから、はい、パークアベニューのインド屋のカレーも美味しいよと、あーあーインド屋ね、インド屋美味しいですよ、知らないです、ここら辺異国料理多いよね、ここ分かる、そこのカレー屋分かる、どこ分かる、そこのカレー屋、まっすぐ行ったら分からない、カレー屋ってめっちゃ美味しいって、かなり美味しかった、何カレーなの、僕辛いの無理です、インドカレーなんです、かなり辛いよ、あじゃあドライなやつ、ドライなやつではない、なんかここら辺ぐるぐる回ってたら異国料理たくさんあるよ、なんかいっぱいあるよね、不思議、あのやっぱ手で食べさせられる、違う、ちゃんとスプーンあるからね、そこはちゃんとスプーン使って大丈夫、そうそうそう、なんとか出てくるのかな、うん、出てきそうだね、急に出てったけど大丈夫なのかな、締めてきようって感じ、あただ水を飲みに行っただけです、ね、カレーでも食べたのかな、カレー行ったことあるの、インド屋なんですか、中国の思い出が蘇ってきたんですか、インド屋ね、かなり美味しいですよね、ああ喉が痛いと、何も言わずに行くから不安なんだけどあ俺今日何病院
なんか土曜日ライブがあって、うん、ライブ後からなんかめっちゃ喉痛くて咳も出てきて、うん、でも放置してたらなんか悪化しちゃって今日病院行ったら気管支炎ですねって言われて、うん、やばいっすね。そんな声を電波に乗せないうんうん、じゃあ大丈夫大丈夫大丈夫です。お大事に、うん、大事に。悪化すると肺炎になるらしいですね。これちょっと直してけよ。お前もうほぼ喋るな。はい。わあ。はい。なぜそれを流した？はい。はい。じゃあ、じゃあ何も入ってんだろうな。あ、すみません。ツイッターやってました。ごめんなさい。いいよ。よくはないけど別に。はい、これは緩いやつなんですか？結構。かなり緩い。うん、かな？急に入れはなんか飛び入りで入れちゃうぐらいには緩い。ああ、うん、まあ僕たちもその飛び入り枠にイエーイ、そんなね機材を無駄に使うんですか、あなたは。今日なんか使う頻度高い、ね、うん、あ、やっぱアウトローな人たちが来たからどうにかしてこの声を塞がないといけないみたいなそうだね、いやいやいや、そういう電波に乗せちゃいけない気がするところも多々そうですね、歩く18禁みたいな感じですか、ね、やめろまだここは大丈夫、まだ大丈夫、電波に乗せられる、まだ大丈夫、ね、あ、なるほど、大丈夫かもしれない、うん、それぐらいは、それぐらいで収めて、それの単語を言ったらアウトかな、そうだね、うん、あ、今じゃあ13時48分なんで、あの食事中の人たちが不快になるようなものもギリギリ大丈夫みたいな感じで、大丈夫じゃないかな、大丈夫ではない、大丈夫ではない、残念だそうだね、こんなアピールからそんな18禁的なワードを言われても困るんだけどね、あ、じゃあ FM 小沢さんに深夜来れば言わせてもらえるそういう問題でもないかもしれないけど、そういう問題でもない、あ、でもちゃんとそういう感じの番組もある、うん、あ、ピンクいやつがあるんですか、ピンクいやつ、あの何時からか忘れたんですけど、あのよし深夜帯っていうか夜遅い時間帯ぐらいにエロラボっていうやつがあって昼間にそういう宣伝して大丈夫なの出たいですっていうの、同じ曲なんで多分大丈夫、あのウラヒープーホップみたいな感じかないや、なんすかそれあのちょっとねえ、ピンクイあの爆笑伝説を出せてくれる感じの、はい、あ、ダメですかこれは、はい、はい、もうはい、ダメなのか、はい、入ります、はい、はい、はい、指定されてますねはい、ダメですこれは、もうそろそろその話はおしまい、何の話だよもう、させられないのか、昼から何してんだ、残念だなもうお腹減ってるんで、自由か、もう次の尺で僕たちは抜けます、次の尺って、はい、次の CM 明けまでにはもう抜けます、うん、はい、もう終わるからね、うん、あと5分、あと5分なのか、あと5分ぐらいですよ、5分耐え切ります、耐え切る、耐え切る、なんかその罰ゲームみたいなだって僕たちはただ告知しに来ただけですから、いやほらだってヒープホップとかだって告知したらいるじゃないですか、いいともとか、それはね、あのテレフォンショッキングの後ずっといるじゃないですか、もうむしろ告知なんて最後だよもうだってそれはヒープホップとか、まあ、テレフォンショッキングとかでしょ、これはなんかよくわかんないラジオ番組なんで、ショッキングショッキングショッキングなんだなんだっけ、なんだっけ、ショッピング、テレフォンショッピング、テレフォンショッピングじゃないか、それ通販番組だすっげえテレフォンショッピング何の話してんのかなこいつらって思ってたけど、テレフォン、テレフォン、シンキング、え、違って、え、まあいいや、いや、32型18インチでこの見てください綺麗なボレー何何の話をしたの19万8000円になります。自由だね。ねえ、すごい自由だね。32回分割払い。手数料はもちろんジャパネットが負担いたします。やばいよ。お、ジャパネットって言っちゃった。もう自由すぎるから他の告知したら。あ、はいはい。ですね、じゃあ3月31日のライブの告知なんてどうですか。あ、そう。3月31日にロクティスとアンプロ、あ、ロクティスね、ロクティス。自分なんかバンドロクティスとアンプロ主催のミュージックタウン最後の無料ライブがあります。イエーイ。ミュージックタウンで1時20分頃開演です。1時20分頃、ちなみに、ね、トップバッターはうちのバンドでシリットルでございます。生の小発簡単に会いたい方はぜひとも会いに来てください、ね、
僕が飛び入りで参加予定です。よろしくお願いします。飛び入りを参加予定してるって言っちゃった、はい、飛び入り参加予定です飛び入り参加予定、なるほど、はい、本当に今主催の方と相談してるのでね、したいなって。それ言っていいのかな、別になんか、うん、誘われたんですよ一回ね、飛び入りしないか、出ないかっていう誘われて、うん、いやちょっと嫌だと、あ、嫌だってわけではないけど、うん、ちょっと無理だと言った後に、僕がやっぱ出たいなと思ったんですよどっちだよ。いや、あのバンドの都合で出れないってことがあって、で出たいなと思って、うん、ちょっと主催者のロクティスさんにね、うん、ちょっとディス、ね、飛び入りでなんかディス、ちょっとすいません相談あるんですけど、ちょっと飛び入りさせてもらえますか。あ、自分すぐ1曲やって終わるんで、いすいす、あ、ダメ、あーみたいなダメだった。ね、ちなみにね、後ろで来ているトラさんも、トラのキツネさんも出ますよ。ずっと隠れずっとずっとカメラに映ってないよね。はい、フルテ以外もいたんだね、ここに。うん、います。はい、彼はね、あの、スパイです。スパイです。潜入捜査官。ワッフルワークで。今日、はい、こいつはワッフルを食べに来ただけですね。あー、はい、クソ野郎じゃねえか。はい、そしてもうエンディングの時間が近づいてまいりました。もう一つ告知していいかな。ダメです失礼。今日の4時、なるほど、まあ、今日の 4時開演で、沖縄市民会館、違うよ、会場5時開演で、沖縄市民会館にて、小座高校の吹奏楽部の定期演奏会があります。はい、当日券も販売してるそうなので、まだ買ってないね。おいくらですかね。いくらだっけ。500円くらいだっけ。500円、500円ぐらい。ああ、500円、なるほど。当日券だからって1000円になっちゃうよ。僕たち4時オープンでですね、あのスラムバーっていう、ね、なるほど、はい、なるほど。吹奏楽か何かですか、そちらは。あらあらあら、そういうね、吹奏楽ですね。ひいき目を張るんですか。いやいや、あなたは公共の電波でひいき目を張るんですか。あなたは違う、待って違いますよ、違いますよ。中国から帰ってきて心がすさんだとかそんなことありませんよ。大丈夫ですよ俺。何があったのかは、まあ、後々にね。ああ、おいおい、在チェン、在チェン、在チェン、まだですよ、まだ在チェン、まだ在チェンの時間じゃない、まだ在チェン、また在チェン、まだまだあと1分29あるから大丈夫。うん、いいある、いいある、三四ウリチパー、ああもう怖いここツイキャスでピサさんが出てきてくれたんですが、もう終わるんですよこの番組。え、あと1分で終わるんですよ。この今回、あ、なるほどね、今回の放送、打ち切りだと思って、打ち切りではないかな、打ち切りに飛び入りとか最終回、最後の回に3人しかいないとかないかもしれないかな。何名ぐらいいるんですか、最後は。300名ぐらい、6ティス、6ティスぐらい、6ティス7人、6ティス1みたいな、6ティス人ぐらいいます。もうやだ。でこのメンバーを入れると、まあ、13ロクティスぐらいになるかな。いや、2ロクティス足す1ぐらい。あ、2ロクティス足す1、そうそれぐらいですね。マイク足りますかね、そしたら2ロクティス1ぐらいじゃない。はい、あと30秒、今日出てみてどうでしたか。はい、あ、楽しかったです。はい、ありがとうございましたあ、もうちょいなんかいいあれ言わないといけないですか。いいある、いいある言ってください。いいある、算数売り地。はい、ありがとうございましたはい、じゃあ皆さん、あれします。ワッフル食べたい人はスラムバーに行って、吹奏楽部聞きたい人は沖縄市民会館に行ってください。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。バイ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 、ありがとう、ありがとう。